お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのアチャスキラデッキをね、紹介していきたいなと思います。というわけで、これがね、最近めちゃくちゃね、流行ってるんですけども、ヒースピ型のね、スキラになっております。マジで何を回復させるのっていう感じなんですけども、ちょっと前にですね、海外のプロ選手なんですけど、イーゴとかエゴールとか呼ばれたりしてるんですけど、そのね、選手がこのデッキで世界一位を、取ってて、それによって入り出したというような感じですね。回復、させるユニットは、メガゴアーチャーナイトぐらいなんですけど、あとはタルババ。で、スケの枠がヒースピになったみたいなんで、結構回転早めというところで、なんか、頑張りましょうというデッキです。むずいですね。なんか回転が速いので、高回転の強みというのは、何にでもね、万能に戦えるというところなので、とりあえずアーチャーをセパしてから、様子見つつね、戦っていければいいかなと思います。さあ、とりあえず、ヒースピとかタルボとかで、軽くね、プレッシャー与えてね。よいしょ。さあ、待って、ちょっとナイト早かった。今回の相手はトリトンですね。トリトンも最近多いですね、マジで。さすがに強すぎるなーっていうぐらい流行ってますが、僕もよく使うんでね、全然いいんですけども。さあ、トリトン、ベビー、タルババですね。トリトン、ベビー、タルババ。だからいろんなデッキありますよね。オリー、ロイジャイか、スケラーはなんか違うか。とりあえずさ、スケですね。スケ、タルババ、オリー、ベビー。ちょっとわかんないですけど。さあ、とりあえず、待って。エリキ、そうっすね。多分、あれですね。ロイジャイですね。とりあえず、これは、一旦我慢ですね。で、ロイライトだと思うので、これメガゴが回復戦か。ロイライトだと思うので、ボムタワーとメガゴにライト打たれたらなかなか泣きたいもんなんですけども、アーチャーが多分残るんですよね。タルボムなので、アーチャーが比較的残るというところでは、ちょっとね、いいんじゃね？守れそうではありますね。で、適当にスキル打っていきたいですね。よいしょ、打っちゃおう。ヒースピーがありますし、タルが来るか。でも、どっちにタルババを割くもんでですね、相手は。よいしょ。で、あれ、ポイズン打って、いや、打たなくてもよかったかもですね、これ。普通にこれ、端前で攻められたらやばいですね。タル返しでもよかったんですけど、ロイジェイじゃなくて、スタンプがね、降ってきましたね。降りですね。さあ、ケツロイジェイ。で、これを僕は守れるかどうかって感じですね。ライトニングなので、ナイトとメガゴは行かれる体で、動いていかないといけないんですね。よいしょ、さあ、ボムも置いちゃって、よいしょ、さあ、ユニットを溶かされると。でも、アーチャーが高回転で回るんだよね。で、ボムも回ると。よいしょ。そう、メガゴ読みエレキだ。うまい。痛い。いや、でもいい。いや、そう、回転が速いんで、意外と守れちゃうってやつですね。もう一発振って。いや、いいね、メガゴ。振って、しっかりね、腕を振り回してもらい、さあ、カウンターですね。カウンターなのかカウンターではないか。で、エレキ来たらポイズンしたいですね。いや、ワンチャン来ねえな、あれ、エレキが。ベビーだけで綺麗に守られてます。さあ、で、ベビー用に、で、あとはボムと、ナイトでね、しっかり溶かしていきます。よいしょ。さあ。いやー、もうね、勝てちゃうんすね、多分。回転ゲーなんですよ、回転ゲー、クララワは。気づきましたね。よいしょ。さあ、で、これで、また、スケル打って、タルババスキラーしたいですね、基本的には。できてないんですけど、僕は。言いつつ全然できてないんですけど。さあ、で、アーチャーの強みはセパできるんでね。セパして、いい感じにね、受けていきます。ワンチャンライトニングが来てもおかしくはないというような感じですね。さあ、高めトリトンで、ちょっと来る。一回待ってね。さあ、怖い。さあ、ボム置く。で、ナイトで、よいしょ。このなんか三角形みたいなのと作っとけば基本的にはそんな突破されないですね。あれ結構突破されてるちょっとだけさあ積極的にちょっとスケラを打っていきましょうよと。でタルブはこれ回復させてあげたいですね。アーチャーをね。まあこれがこのデッキの強みですね。よいしょ。でなんなら2周目スケラーとかっていう感じではありますねこれ。でボムで守ってあげて相手はライト打てないのでここさえね耐えれば OK。さあナイスゲームというところでグッドゲームですね。まあアーチャーですかね今回のこう大事なのは。あとはこうボムタワーを逆サイドにね基本的に置いてたんですけどライトニングでこうユニットと施設が巻き込まれてしまうとやっぱ意外とそこで結構ダメージ受けたんですよね一回。メガゴとナイトとオリかなあボムかなかメガゴとボムとかにライトやっぱ撃たれてしまうので、まあ、できるだけユニットと施設を離しておくとまあライトニング相手も打ちにくいですし、まあ、アーチは基本的に残るのでまあなんとかなるね。でライト打たれたら打たれたでそのできればねその時にカウンターをしていければ相手もロックス使った後なのでいい感じのカウンターになるんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、無理に攻めずね、まあ、アーチャーセパとタルババヒースピー、ナイト、とかで回るので、メガゴか。もう全部3コス以下で回るので、基本的に3コス以下で、ちょこまかしとけばいいんですよ。ちょこまかして、様子見て、スケラっぽいってね。あれあれできつそうね。スケラっぽいでいいんですよね。さあ、ムート、きついですね、なんか。なんか嫌ですね。これムート壊したいな、マジで。ナイト、お前頑張ってくれ。ラムライダーですね、今回。あ、これ、陸デッキですね。このデッキも動画上げたことある気がするな。よいしょ。いや、待って。ごめんなさい。調子乗ってボムタワー節約したら、走ってきた。あいつはなんだ？何の生物だ？羊？ラムライダーって、ラムだもんな。ラム肉ですもんね。羊ですね。羊が走ってきやがったな。まあ。で、ボムがあるんですけど、ボムでラム守れますね。あれですね、さっきのは、ちょっとね、甘えた。で、ムートはナイトで受けたいですね。で、ゴースト U の系はタルババとアーチャーで受ければ全部陸足りるんでね。さあ、これはタルババ逆サイでいいですね。動線流しても特になんもなんないんでね。トリドンで座れるだけなんで、あ、これちょっと美味しいですね。うん。で、ここで、よいしょ、みんな一緒に、爆弾で、レッツラゴーイエイで、こういうね、受けでヒースピが活躍していくと、まあ、こういうところにしか、なんなら使い道ないんでね、ヒースピ。積極的にないとアーチャー、メガゴをね、回復してあげれればいいかなと思います。で、マジアチャには徹底ポイズン。で、ボム使った後のこのラムライダーがすごい厄介というところですね。で、端前マジアチャとかちょっと警戒して適当にタラババ転がしておきます。で、あれにはもう徹底的にポイズンですね。よいしょ。さあ、OK。まあ、これを繰り返せば、僕はポイズンのダメージで勝つことができるというわけでございます。ムートの事故とゴーストの事故かな？こっちが一番気をつけなきゃいけないのは。で、まあ、ナイトを割いてくる逆に、こう、相手はやっぱプレッシャーをね、かけてきますね。嫌だな、このトリトンの攻めが嫌ですね、非常に。あれちょっと待って、ちょっとだけやばい。痛い、エレキー。さあ、ちょっとやばいです。気持ちね。なんかがね、テンプレと1枚違う気がするんですけどね、気のせいかな。これちょっといっちゃおう。なんかね、攻めたい気分になったんで攻めちゃいます。そんな感じで攻めていいのって感じなんですけど、単純に相手スケラ受けが多分きついんですよ。よいしょ。まあ、なので、まあ、打ち毒みたいな。打っとけばなんとかなるみたいな。そんな感じですね。打って回収してみたいな。よいしょ。さあ。で、ワンチャン端前マジアちゃんも、ないこともないけど、いや、あったよいしょ。あ、待って、間に合ってね。いて。お、うまい。その延命はうまい。まあ。いや、いい転がしですね。いや、で、まして相手多分スペルないんですよ。いや、勝てますよ。あ、ラッキー。なんならもう一発？いや、ナイス。いい腕してんな、あいつ。で、マジアちゃん今回ってない。2枚、3枚、もう1枚か。よいしょ。はい、これもう、あ、ライト。マジびっくりライトニング来ちゃった。あー、これ、ちょっと、あれっすね。マジアちゃんが来るかも。このナイトにマジアちゃんが来るかもしれない。やめて。マジアちゃんだけやめて。マジで。マジ打ちだけやめて。本当にマジ打ちだけやめて。オッケー。あ、もう耐えたら勝ちですね。で、ライトニングびっくりしたな。ライトニングがあるらしいので、ボムタワーとか適当に真ん中の辺を置いてるとぶち込まれちゃうんでね。ちょっとだけよ。気をつけなきゃいけないですね。で、2枚。いや、これやべえな。引っ張っちゃおう。引っ張っちゃって。よいしょ。さあ、で。ここで相手はボムを割いたからラムが来たけど残ってる。あ、待って、バッテリーごめん。バッテリー今の俺の。いや、マジでごめん。本当にごめん。え、待って。バッテリーバカ。高め。一生高めでなんとか。あとはもうわかんねえから運ゲー。よし。ほい。あ、これやばい。ルート強制される。あ、待って。やばい。待って。違う。そんなの違う。そんなの違う。うん。あ、待って。あ、違う。そんなの違う。あ、タギ変わった。あ、これ負けちゃった。ちょっと待って。電波じゃない。充電。あー、これはね、萎えますね。まあ、充電のせいでもないんですけど。最後、あれミスったな。普通にマジ打ちが入ってた。あれなんだっけ。うわ、やったわ。あー、萎えるな。さすがにこれ萎えるな。あれだ。ユニットいっぱいいると、ラムライダー、ユニットの端っことか、ホグとかでもあるんですけど、ユニットのね、横を通って大回りすることによって、施設へ向かわなくなるんですよ。なので、最後の僕のボムの位置、悪かったっす。あれ、普通に内側にしておけば、ライト絶対打つコストなかったんで、勝ってました。申し訳ないっす。ない。まあ、というわけでね、ちょっと、今回勝てばいいや。今回の相手は、ホグでしたね。で、マスケ、ホグ。26ですね。2.6 ホグ。大人気ですね、こちらも。まあ、ボムがあって、あとはマスケットに一生ポイズン打てば勝てそうですね。いや、これでもあれだ。ポイズン打てねえ。こんにちは。で、ちょっと回転が速いんでね、このデッキは。多分、ついていけると思うけどなぁ。攻め5とか来ると、ちょっとめんどくさいかな。さあ、これ、スケ追加が多分来るんですよ。あ、ウッドでしたね。いや、いいウッドだ。あ、でもこれ、マスケ割いて、ウッドも割いてて、結構きついと思いますよ。防衛5。うん。で、ウッド割いてるので、これ、メガ5に対して何も出せない。いや、いい。メガゴが腕今日振るな、お前。いけもう一発なんだろいや、いい。ヒヒスビがね、まあ、めっちゃ活躍してるっていうわけでもないんですけども、なんかね、いい働きをしてるんですよね。さあ、とりあえずあと相手ホグなので、とりあえずボムさえ置けば大丈夫。で、マスケには徹底ポイズンかな。普通にマスケの受けがだるいんですよ、このデッキ。よいしょ。徹底ポイズンの、ちょっとボムがブレブレっていうね。5打ってきた。いや、当たらんのかい。今の、ああ、スタンプが返ってきましたね。スタンプが返ってくる率が今日は高めでございますが。よいしょ。さあ、とりあえず、あとは左ですね。来るなら。で、なんかまあ、ワンチャン5が来る。来なかったですね、今回は。で、マスケが嫌なんですよ、マジで個人的に。てか、そう、高めマスケットですね、これ。まあ、回転できるだけね、1、2個スケーで回して、オッケー。で、またボムがあるんでね。あとはもう、ポイ削りとか、よし、あれ、ナイトに竹取ったらやります。オッケーワンチャン5よいしょ。で、タルバを転がして、あー、めっちゃいいホグ、それ。いや、めっちゃいい防衛相手。あ、でも入ってる。ラッキー。さあ、で、守って、まあ、勝ちという風な感じで、まあ、ボムがあるので、ホグとかには結構勝ちたいかもですね。ホグクエイクとかになってくると、また話はちゃうんですけど、まあ、ちょっとね、ええ感じですね。もう一戦ぐらいいっとこうか。さっき負けたの痛えな。さっきのは、まあ、マジアチャ警戒をするのが大事ですね。このデッキは。あとはもう、ボムの位置だけですね。バルーンとかも、ボムの位置ですね。ここと右サイドだったらここ、左サイドだったらここに置けば、まあ、真ん中の左から来た時の、まあ、左側の真ん中の1個内側ですね、さらに。に置くだけで、バルーンはほぼ守れます。よし、相手、コカッちゃん多分、ギャング最短でね、この、とりあえずウッドクスケラが入ると思うんですけど、全然入らねえな。あ、でもいい。さあ、で、うわ、今日やべえ。スタンプが飛び回ってるぜ。よいしょ。さあ、プリンちゃんがめんどくさいですね、プリンちゃんが。まあ、メガゴで、今日腕の調子いいんじゃない？メガゴの。殴らせてあげて、よいしょ。あれ、ポイズンでいいっすね。あ、なんだろうかメガゴいらなかったな。まあまあ、で、ちょっと回転早めに回しとかないと、ゴブリンバレル飛んできた時にやばいよって感じでね。いや、ヒースピー働きしてんな、横ですね。さあ、今日は目もいいですね。調子いいですね。さあ、てなわけで、まあ、ゴブリンバレルのいいダメージ、あと、ハシメプリンかな。ハシメプリン来た時に速攻メガゴで、いや、この ISP 相手が一旦捨て。さあ、で、ギャングがいる時のスケラは絶対ポイズン必須の、ゴブリンギャングがいなければ、まあ、ナイトスケラとかメガゴスケラとかやっていいかなというような印象ですね。これ、スケラプラスポイズンじゃダメかな。ちょっとやっちゃおうかな。で、ギャングがまあ来るんですけど、いや、来ねえ。それはちょっといい防衛ですね。普通に綺麗に守られてるな。まあでも、このスケラのね、チクチク、チクチク。いやー、いいチクだ。これはハシメプリン警戒します。よいしょ。え、待って。そんなバカな。何のためなの？ナイトなんだ。まあまあでも、こういう相手にはね、勝たないと、悩ますからね、さすがに。僕が。よいしょ。いやー、めっちゃいい攻めすんな。ちょっと待って。俺の相手うまくね？普通に。まあこれ、することないんで、こうするんですけど、ワンチャン今、ポイ打ったんで、ロキ削りが来ますね。ハシメプリンはない。いや、ワンチャン丸。うわー、うまいぞ、こいつ。さては、うまいぞ。ハシマインヘもね、ちょっと厄介ですよね、さっきから。これちょっと大きいな。スケラ打って、攻めポイしたら、その瞬間にゴブリンバレル飛んでくる。いや、でも今アーチャーある。いや、いい。タゲが。アーチャー？いやー、うまいぞ、相手の防衛が。ちょっと待って。これこっちで、タゲ取っちゃおう。さあ。やべえぞ。勝たしてくれ。これ、スケラってもポイズン打てねえからな。ちょっと待って。横だな。うわ、ちょっと待って。やばい。マジで負ける。やばい。これ、ロキ削りだな。うわー。ハシメプリンのね、前半のあれがね、ちょっと重なったな。来い。来ないですか。さすがにね。前半の、あ、出た。出た。釣れた。たまに、てか普通に。すみっこプリンセスはね、うまいっすよね、あれ。これはもうスケラポイズン打って、いやー、マジで。さあ、どっちが勝つ？いや、これやばい。はしめ、来る、プリン。プリン来んな。こんにちは。よし。あと、スケラポイズン。切り越す。ブッパ。あとはもう運ゲー、祈るだけ。僕は祈るだけ。祈って。ハシメプリン、祈って。内側。よし、ポイズン来た。ロケットで落ちんのか、これ。落ちる。ちょっと待ってくれ。よし、来た。危ねえ。グッドゲーム。来た。これね。ちょっと上手かったっすよね、相手も。一生、ナイトで守ってきたりとか、まあ、ロケでハシマイプリンとかもしてきてたんで、いや、ちょっと、まあ、勝てたのは良かったですね、と。まあ、今日はちょっとスタンプがね、非常に賑やかなね、日でしたと。まあ、いう感じで、ぜひね、このアーチャースケラ、まあ、使いやすいですし、まあ、何にでも勝てる、まあ、万能のデッキなんでね、ぜひおすすめでございます。よければね、使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。